皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは特撮です。ご紹介するキャラクターは、フランケンシュタイン対、バラゴン、まあ、地底怪獣と書いてバラゴンですね、に登場しました、地底怪獣バラゴンになりまして、そしてご紹介する品物はこちらということなんですが、真ん中にありますけれども、2023年の4月1日、ムービーモンスターシリーズにこちらバラゴン1965がラインナップ入りしましたということですね。で、このご紹介と、そして、言えばオリジナルバラゴンですかね、の登場したフランケンシュタイン対、バラゴンのまあ、振り返りというか、まあ、そんな感じですかね。はい、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まあこのムービーモンスターシリーズ、このなんか最近は特撮ラッシュなんでしょうかね。今日は新仮面ライダーの2号第2号のコートバージョンが出たり、それから、新ウルトラマンの飛行バージョンが出たり、他にもガメラとかあったのかな、いろいろありますよね。で、まあそんな中、まあね、実際私が行く店舗にそもそも販売がなかったとかいうことも、まあ、状況はあるんですけども、その中でも私がですね選んだのはね、やっぱこれでしたね。はい、バラゴン1965、やっぱりねこれがね好きなんですよね。はい、ではね行ってみたいと思いますけども、サムネイルでですねクイズがありましたけどもね、ちょっとしたクイズが、このフランケンシュタイン対、バラゴンが、初公開された際の2本立ての映画は何でしょうということをここにね書いてたかと思うんですけども、サムネイルのね、こちらね当時の1965年の新聞なんですよね。はい、まあね、もうこういうのがよく残ってるなと思いますけど、私もこういう新聞広告も好きで、映画の、なんとカップリングは見えますか？ちょっと見えないですね。じゃ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 んと、はい、加山雄三さんのなんと海の若大将と2本立てだったっていうね、このどう言いますか、あの2本立ての不思議さっていうね、まああのモスラとかもそうでしたけどもね、なんと若大将と2本立てだったんですね。まあこれもね、後でちょっとご紹介しますね。ではこちらから行ってみたいと思います。まずねタグ行きましょうか。はい、タグもですね、まあこの劇中の写真ですね。もうどうも極まりないバラゴンですよね。もう可愛さなんて、まあ見た目は可愛らしく見えますけども、恐ろしいねっていうね感じですね。そして、フランケンシュタイン対、バラゴンね、このロゴがいいんですよね。フォントがいいんですよね。でこの独特の波々の背中と、はい。で、タグがついてますけど、これね皆さんこういうのどうしてますか？僕はあのドライヤーでね温めて撮ってます。はい、でないとねえぐれるんですよね。これがね嫌なんですね。商品の管理タグですよねこれね。さて、夜行性で人間や家畜を襲う凶暴かつ残忍な性格、角を発光させ地中を掘り進むということですね。まあこの後に登場した際、怪獣総進撃だとかですね、大怪獣総攻撃とかですね、もうだいぶこう可愛らしいキャラクターになってますからね。もうこう凶暴残忍っていうのはもうこのバラゴンが最初で最後かなと思いますけどね。はい、で、造形ですけどどうですか？このバラゴンといえばね、このやっぱこの横顔なんですよね。この感じね。はい、でもっとこう暗闇の感じがいいんですけどね。で、まあ、目のねこの感じ、もうあの初語字に近いんですよね。何考えてるのかわからないようなこのギロッとした目。そして歯の感じはこうですね。まあ、あの、モールドっていうかね、刻みはあるんですけど、中まではないですね、その、で、あと特徴はやっぱこの角なんですけどね、ここね、
色がハゲてるんですよね。で、店舗でももう一個見たんですけどね、もう一個はね、少しハゲててさらにタグがボロボロだったんですよね。折れてね。で、店の方にも聞いたんですけども、これしかないですという、まあそれはもう言葉を信じるしかないんですけど、で他の店舗に行ったらそもそも売ってないし、まあどうしようかなと思ってね、まあ、なかなか、まあ最近のムーンモンスターシリーズは再販も結構かかってますけど、でもまああるうちに買っとくかと思って買いました。で、可動はですね、あとこの腕ですね、腕、両腕と、それから両足は可動します。それからあと尻尾はね、一応くるくる回りますね。はい。それからね、残念な点は首なんですよね。ちょっとこうかしげてる風、まあこれがバラコンの良さなんですけど、首回せるようにしてほしかったですよね。まあ、強引にやれば回るんでしょうけどね、この接着をドライカーしてね。やっぱりこのちょっと横をグッと向くだけでね、あの恐ろしいシーンをね、本当にね、怖いんですよ。あの、もうバカでかい怪獣よりも、人間から見て、まあ、数十メートル差っていうかね、ほんの数十メートルって言っても、10メートルとか、20メートルぐらいまでのね、怪獣っていうのはね、逆に怖いなと思うんですよね。はい。で、背中は後にしましょうか。で、まあ、足裏ということですね。はい、まあ、大体こんな感じ。そしてまあお腹の感じですね。はい。で、大きさも結構ね、いいバランスのサイズだと思います。昔の800シリーズ、のに近いかなというところですね。なのでおそらくですけど、これね、もうこの辺りは特撮好きな方はよくご存知だと思いますけど、このね、首から上以外をすげ替えて登場したのがパゴスですよね。はい。ウルトラ Q のパゴスであり、そして、その後がネロンガ、そして、マグラ、そして、ガボラ。で、バラゴンになって、東方に返したんでしたかね。なんかそういうね、まあ、スーツの変遷があるんですよね。なので、おそらくですけど、まあこれ新規造形、どうなのかな。この背中に関してはね、おそらく昔のネロンガの金型使ってるんじゃないかなと、私は思うんですけどね。それまたね、ちょっとこう、比べもしてみましょうかね。という感じ。で、全体の大きさ、バランス、そしてこの重さという点ではね、結構いいですね。またお気に入りの一体ができた感じはします。で、ただそうですね、この成型色の問題なんでしょうけど、僕の中でのバラゴンはね、もう少し茶色ですね。どちらかというとちょっと薄いかな。薄いイメージがありますね、これはね。で、こちらがね、その昔 HG で出た、バラゴンの1965なんですけど、これはまた造形は素晴らしいんですけど、色合いがね、どちらかというとこう、緑ベースなんですよね。草色っていうのかな。じゃあ、これとこれはどうかっていうと、まあ、こう比べたら、こっちの方がいいかなとは思うんですよね。緑ではないと思うんでね。はい。で、あとは、今ちょっとスーツの話が出たので、せっかくですので、ちょっと持ってきたんですけど、これね。これまあ、バラゴンの背中ね。これですよね。で、バラゴンが、どこ行った？バラゴンが、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。この辺もね、いつも通りも編集もなく喋ってますのでね、一発収録になってね。で、パゴスの背中ね、ちょっと見づらいですけど、ここ見たらわかりますね、ここのところね。首だけが違うんですよ。そして、その後が、私の大好きなネロンガになりまして、ネロンガは残念ながら背中の写真が写ってませんけどね。そしてその後がマグラ。マグラも背中がね、だんだんになってますよね。で、で、ガボラということですね。ガボラの背中もちょっとわかりづらいですけど、だんだんになってるんですね。はい。という感じ、というような変遷があるわけですね。で、あとはそうですね。まあ、ここからはじゃあ、もう少しスーツ絡みの話をしていきましょうかね。あ、そうですね。
ここね、これ、これがね、ゴジラオールオブザモンスターズっていうね、カードダスマスターズと書いてますが、1996年出た分なんですが、これの、ね、バラゴン1965によると、こんな風なこと書いてるんですね。ちょっともう少し明るくしましょうか。こうでいきますか。はい。ね、人間や家畜を襲う凶暴な怪獣として、生物感あふれるデザインと造形がされた。四足歩行から急に立ち上がったり大ジャンプする動物的演出が25分の1スケールのミニチュアセットで効果的に生かされた。そうですね、俊敏なんですよね。うん、この格好の割にね、そこのまたかっこよさもありましたね。はい。それからあとは、まあ、映画本編の方行きますと、これはポスターですね。こんな柄だったわけですね。フランケンシュタインがガーッとこうね、一本背負いしてますけどね。うん、どちらかというとこう主人公は、まあ、フランケンシュタインの作品だったなと私は思うんですけどね。うん、恐怖の怪人か、凶悪の新怪獣か、日米合作の黄金娯楽巨編。フランケンシュタインというその権利があってあるんですね、権利関係がね、海外のね。でこれが確か使えるっていうのが、この次のサンダー対ガイルで最後でしたかね、うん、っていう話があったかなと思うんですけどね。怪獣大戦争のニック・アダムスさんが出てるし、同じく怪獣大戦争の水野久美さんですね、浪川ですね、そして海底軍艦の高島忠夫さんということですけどね。はい。うん、まあ、話としてはそのフランケンシュタインがあるきっかけで、その蘇るというかね、まあ、そのこの世に現れる状態になっていき、それに呼応するように、地底生物が、まあ、地中に顔を出すというね、地上にかっていう話ですね。で、これがまたあの昔の、ここはシガレットのねカードですけど、この領有が戦うわけですね。うん、で、バラゴンいきますと、はい、こうですね。地中を自由に行き来する能力を持った凶暴な肉食の地底怪獣、秋田油田を襲撃した後、これは白根山中でいいんでしょうかね、に現れ、家畜やキャンパーたちを餌食とした。人間食べるんですね。怖かったですよ。武器は口から吐く赤色のマグマ熱線で、巨体からは想像もつかない跳躍力で敵に襲いかかる。フランケンシュタインとの戦いでは壮絶な死闘の末、首を折られて絶命と。この跳躍力というところは、大怪獣総攻撃でも表現されてましたね。そして一方戦うこのフランケンはですね、こうですね、はい、この演じられた俳優さん、あの行方知れずになってるって話を聞いたことあるんですけど、その後どうなったんでしょうかね。はい。第二次大戦中、配色濃いドイツから日本に届けられたフランケンシュタインの心臓が成長、巨大化した姿。研究所から脱走した彼は、自分を探しに来た育ての親、戸上、これは、なんて言うんですかね、トシコ、キコ、わかんないです。ごめんなさい。博士、水野久美さんですね。を助けるため、凶暴な地底怪獣バラゴンと壮絶な決闘を繰り広げる。しかし、かろうじてバラゴンを下した彼もまた、突如起こった大陥没の中に飲み込まれていった。確かこの映画っていうのは結末が2個か3個かあるんですよね。うん。まあ、そういうところでも、海外評価も人気も高い作品ですね。はい。で、あとは、じゃあこの後ろの新聞行ってみましょうか。ねえ。まあ、映画の新聞広告。新聞の映画広告と言った方がいいのかもしれませんけどね、私大好きなんですよね。これもちょっと集めてるので、それこそ50年代のものとかも集めてます。1960年代60年代とかね、またそれもコーナーにしてざっとお送りしようかなと思ってるんですけど、これがその当時の新聞ということですね。はい。もうね、やっぱりもうちょっとしたことでね、なんか砕けてしまいそうな感じなんですけどね、これね、この感じですよ。さあ、これがね、新聞に当時劣った時には、やっぱ子供、当時お子さんたちは喜んだでしょうね。新怪獣登場だ。ね。20世紀に蘇った恐怖の怪人。天地を揺るがす凶悪の怪獣。壮絶のスペクタクル巨編。ですね。世界に誇る東方特撮人がここに再び放つ、最新最大の日米合作
黄金巨編ですね。東方ベネディクトプロ作戦の作品ですね。で、この、ね、人気トリオですよね。3人というところですね。うん。だからまあ時系列で言うと、いよいよそのテレビでって言ってますけど、テレビでウルトラ Q が始まる。そのもう直前の年ですね。1965年ということで、うん。65年だからウルトラ Q とも同じ年か。同じ年ですね。66年がウルトラマンなんでね。うん。まあ、ね、その、テレビというものが浸透していって、だんだん映画興行は寂しくなっていくのはね、一つあるんですけどね。はい、そして、海の若大将。ね。加山雄三さん、海の若大将面白いですよ。とにかくね、もう音楽がいいし、そしてこの田中邦衛さんがまたいいんですよね。もう何かもう、いらんことするんですよ、この人がね。役としてね。歌いまくり、泳ぎまくる加山雄三の魅力爆発。夏だ、海だ、待ってたぜ、我らの若大将。ね、そうでしょ。弾む、スイムのリズムとエレキのパンチ。加山雄三作曲の歌、恋は赤いバラ、君が好きだから。ね、恋は赤いバラはね、名曲ですよ。君といつまでもがね、やっぱりよく言われますけどね、恋は赤いバラはいいですよ。ぜひ聴いてください。はい。ということでですね、若大将シリーズも、学生のものは全て見たと思うんですよね。社会人になってからのやつはね、あんま見てないんですけどね。フレッシュマン若大将以降のね。ということでですね、まあ話がまたずれましたけども、本日はですね、このムービーモンスターシリーズにバラゴンが登場ということでね。いいと思いますよ。もっと重くてもいいかもしれません。ぐっとね。うん。で、このギョロッとした感じ。これがね、やっぱいいかな。で、この耳とね。どうかな。ちょっとこう、ギョロッとしてるんだけど、どこかコミカルさ、愛らしさがあるっていう造形は、おそらく、このぐらいの造形の方がいいかな。もっとリアルになってしまうと、ちょっと、なんか逆に、怖いかな。このぐらいがちょうどいいぐらいの怖さかなっていうところですね。あと、そうそう、ここですけどね、ちゃんとね、覗き穴があるんですよ。ちょんちょん、こう、てんてんてんってあるでしょ、これ。これね、これ覗き穴ですよ。スーツアクターさんがここから覗いて演技をしていたということですね。これどなただったんでしょうかね。やっぱ中島春夫さんなんでしょうかね。まあ、という感じですね。また今後どんなものがラインナップするのか、また非常に楽しみですけども、ね、やっぱりこの、すごく今特撮のフィギュア構成がすごいですね。はい。というわけで。また次回の動画でお会いできればと思います。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい。あと、私のチャンネルは、途中でも言いましたけども、台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。そのため、お見苦しい点等あるやもしれませんが、どうぞご容赦ください。映画と特撮、日本柱でお送りしております。それぞれ見ていただいて、再生リスト等もご覧になってください。マクガイバーの小部屋で検索してみてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。